熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジの杉山です。こんにちは。はい、今回は、冷却水配管でですね、スケールがつきやすい場所っていうのがあるんですけど、それはどこかっていうことをお話ししたいと思います。以前ですね、お客さんがまあ、かなりうちは高温で、処理をする設備のですね、冷却水を多く手掛けてるんですけど、もう冷却水の配管がですね、もう閉塞して、スケールがもう要は付着して詰まってしまってですね、水が流れなくなってる設備があったんですけど、まあ、お客さんにいろいろ話をしてもですね、なかなかですね、どの部分、まあ、配管の中全部をですね、ファイバースコープとか突っ込んでその見れるわけじゃありませんので、なかなかですね、どこにスケールがついてるかっていうのをですね、ちょっと信じてもらえないっていうことがあったんですけど、通常ですね、冷却水の配管の、スケールがですね、つきやすい場所はですね、温度が一番高いところです。まあ、うちが多くやってる例えば電気炉とかですね、そういった設備になると、要は電気を流してる高温になってる部分、そこを冷却水で冷やしてるんですけど、そこがですね、一番スケールがつきやすい場所になります。で、その次はですね、水の冷却水の流れがですね、流速が変わるような場所、例えばエルボーで配管が曲がってるところとかですね、ユニオンになってるところとか、ニップルで狭くなってる部分、そういったところがですね、非常にスケールがつきやすいっていう特徴があります。で、あとですね、冷却水の配管で、行きとですね、帰り、行きの配管から電気炉を通って今度戻ってくる。で、戻ってくるときは水温が上がってますんで、水温が高い部分の配管がですね、非常にそのスケールがつきやすい状態になってます。まあ、それが元で冷却水が流れなくなってですね、どんどん冷却水配管の中の水温が上がり、さらにスケールがつくというふうなメカニズムになってます。で、配管をですね、変えるだけだったら別にですね、なんてリスクは大したことないんですけど、実際その電気炉のですね、心臓部の電極、ここが閉塞してしまうと、スケールの洗浄液で洗うこともできるんですけど、ちょっとリスクがやっぱ高いですよね。何かあった時に、もう設備をですね、かなりちょっと補修のお金がですね、かなりかかってしまうと、そういったリスクがありますんで、まあ、普段からですね、スケールがつかないような水質管理をですね、やられるのをお勧めしたいなというふうに思っております。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水が最近どうも冷えんなーって、温度がだんだん上がってきおるとかですね、冷却水の流れが詰まってしまってもうめっちゃ少なくなってる、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報がご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。